とね、前回ね、コントローラーがね、調子悪いんだよね。ちょっと1ヶ月ぶりなんで、充電関係が悪いのかなと思うんですけどね。なんか滑らかにコントローラーが動いてくんないんだよね。まあとにかくね、今はですね、こういう感じになってますんで、ここに同盟国がいるんで、同盟国はねちょっとね、ここら辺やってもらいたいから、まあちょっと弱いからね無理なんだけど、とにかくこっちの方に行こうかなね。まずこの大阪をね取りたいなと思いますね。だからですね、ここに市場を建てて、お宝発見です。コントローラーが言うこと聞かないんだよな。これが政治。ここら辺の二人渡そうかな。もういっぱい持ってんだよな。普通の人にあげよう。あとは出したもことない。これはもうなんだよコントローラー、めんどくせえな。もういいやこれで。コントローラーが言うこと聞かないんだよ。ここにも資料を立ててもらってます。さあこっからねこう行くじゃないですか。そうするとこっからも来るし、反対側もからも来るんで、そこのところどうするかな。なんだよ、もうせっかく
もうコントローラーがバカだよ本当に。めんどくさいな本当に。どうして言うことを聞いてくんないんだ。コントローラーが言うこと聞きません。プレステ4のコントローラー、カメラもずれてないかな。動かないよ。運ばないと。これをここに運ばないと。まだ兵力が少ないからね。もう一つどっかにお城を建てないといけないな。ここら辺の兵力を持っていくか。これはここに持ってきて、でここにあるのを半分ここに持ってくる。こう取っちゃう。気が消えちゃった。ああ、知らない、忘れてたよ、そんなの。そんなのは知らなかったよ。1ヶ月前のことだからね。資源を確保しました。1ヶ月間やってなかったんでね。ヤギ城、ヤギ城だよね。
ここにあるやつを取ってもらっていいよ。ここに持ってくる。で、ここの施設は全部ね、どっちにしようかな。こっちにしようか。建設中か。関白だな。もうやめてもいいんだよね。やめちゃおうかな。もうこれでね、半分クリアっていうことなんですよね。やめちゃおっかな。なんか半分飽きてきたな。全部新しい市場を建てようか。ああ、ここに建てよう。もうやめてもいい感じだな。でも今回はね、もうちょっとやろう。コントローラーが動かねえんだよ。戦うこともできるんだけどね。
攻撃しちゃおっかな、めんどくさいから。ここの勢力を、池田城に持っていく。池田城、コントローラーは動かないんだよ。何やってんの。ああもうムカつくな。ちょっとねコントローラーの調子がおかしいんで一回やめて、ちょっと充電してからねもう一回やりたいなと思います。